はい、どうもコミです。さて本日はつむぎ組さんからお届けしたいんですけども、つむぎ組さんっていうと僕のチャンネル、まあ、大体タウンホール12、13かなと思うかもしれませんが、今日は14をちょっと見ていきたいと思います。2本つむぎ組さんから見ていって、もう2本は、関西クラクラクラブに移っていきたいと思うんですけども、こちら今ね CWL っていうその世界的なリーグ戦の大詰めに来てるんですね。まあ、ちょっとこれねプレーオフで、タイブレイクとかまで行ったら、まあ、プレイオフに今いるんですけども、タイブレイクとかに行ったらね生配信もしたいなとか思いながら見ているんですが、頑張ってほしい。かなりね相手も強いので、どうだ今状況的にはこれよ、でもこれ16回攻めて11前回で、相手も19回攻めて10前回っていうね、めちゃくちゃレベルの高い試合ですよね。まあ、ミックス戦になってるのでタンフォル下のところもいるんだけど、それにしてもやっぱいやこういうもう前回取り逃したら負けっていう勝負はさすがにしびれるし、本当世界トップ の, クラン同士のガチのぶつかり合いなんだなっていうのがね分かるところですよね。で、今日話をしていきたいのはクイヒーです。皆さんクイヒー結構ねやってる方も多いと思うんですけども、クイヒーってなんか自分のクイヒーこれで合ってんのみたいなね悩みって持ってたりしませんかね。失敗した時成功した時にそれは偶然なのか、なるべくしてなったものなのかって判断が実は結構難しいと思うんで、まあ、そこに関して今日見ていきたいと思います。で、今日見てもらう人のクイヒーは、はっきり言って上手い人ばかり見てもらうんですけども、それでも失敗するパターンっていうのもあったりするんで、必ず成功ばかりの、今日動画ではないです。で、このバリさんのアタックはもう成功パターンですね。なんでかっていうと、これね、見てほしいんですけども、クイヒーをね、まず慣れてない方がやるときに、見るべきポイントは、フラン城と、ファンホールですね。この2つまず注目してみてもらいたいと思います。で、アーチャークイーンのクイヒーで取るべき主要防衛っていうのはヒーローでもトースキでもなくてクラン城とタウンホールなんですよ。まあ、正確に言うと防衛具とタウンホールね。で、その2つが取れるところにぶち込んでいきます。つまり、タウンホールにぶち込んだ時にクラン城が近辺にあるかなってことですね。この防衛を釣れるかなってところを見てほしいんですね。で、今奥側にこれマルチインフェルノがあるじゃないですか。これね、カモです、割と。で、これがシングルだった場合、全然話が変わってくるんですけど、マルチだといけちゃったりするんですよね。で、今回のバリーさんのアタック、これほら、ポイズン効果にギリギリ入らないようになってるでしょ、ユニットが。で、レイジをさらにどんどん重ねがけしていきながら、ポイズンに入らずにマルチインフェルノまで壊せましたよね。で、これがなんでできてるかっていうと、ここに施設があるからなんですよ、ここに。あと、ここ。この部分ですね。要は、タウンホールがあって、で、ここね、こういう風にやったときに、1レイヤー目、1層目ね、1層目と、2層目ってあるじゃないですか。この、大事なのは、2層目のところ、ここ。これがあると、アーチャークイーンのルートっていうのが、もうちょっと、この辺もう無視するよ。ちょっと、クイーンの話をしますね。すごい見たいと思うけど、ちょっと、クイーンに集中します。こういう風に入っていたときに、そのまんままっすぐ行っちゃうとポイズン食らっちゃうんですよね。これダメなパターンね。ダメなパターン。ドクロマーク。ダメなパターンです。で、じゃなくって、クイーンがタウンホール壊してから横に歩いていくパターン。これがいいパターンですね。はい、こんな感じ。いいパターン。これね。で、この横に歩くパターンっていうのを作るために何が必要かっていうと、見てもらって分かる通りさ、こっからこう行くためには、ここと、ここが必要なんですよ。わかりますかね？なんで、1層目ではなくて、2層目が必要なんですね。で、結構ね、この辺っていうのがないような環境に、アーチャークイーン突っ込ましちゃったりとか、あとは、あったとしてもそれを壊しちゃうとか、いうね、クイーンの突っ込ませ方をする方が結構いるし、僕もよくやっちゃうんですけど、それやると、クイーンがポイズンの中に入ってきます。ポイズンの中にゴーンって入っていっちゃって、そのまんま、例えばその、アーチャークイーンが、そのスロー効果受けながらダメージも食らっても、ヘイヘイ言ってんのに、防衛軍が来ちゃうみたいなね。これも最悪のパターンじゃないですか。そこにもうストライカーとかスパカゴとかいた日にはもう、結構、地獄ですよね。マジで。なので、そうならないように、ちゃんとポイズンを避けれるための、そのクイーンの誘導。これをシンプルに考えるときには、2層目
2層奥に何かしらクイーンがたげれる施設があるかって話ですね。でこれが逆に通っててもダメなんですよ。この辺に、ある、これが全部なくってこれが1層目これが2層目みたいになっちゃった場合っていうのもこれたげれないんで、こっちはたげれないんでこれダメです。意味がないです。ちゃんと隣接するところに2層目、これじゃなくてここに2層目があるってことが大事。このパターンを、よく意識しながら、アーチャークイーンを入れていくと、まあ、割と事故が起こりにくいのかなっていうふうに思います。はい。でもう一個ですね、バリさんの作見てきたんですけども、バリさん食い火うまいんだよなマジで。あの今度はシングルインフェルノがありましたよね。でこのシングルインフェルノがあるんだけど、これさっきも言ったようにここちょっと遠いじゃないですか。わかりますかね。これクイーンをこっから突っ込ませていくと、まあ、こっち側は2層目が あるんですよ。だけどこっち側って2層目がちょっとこう遠いんですね。これだ実質これもう3層になってるようなイメージなんです。こういう風にそうするとアーチャークイーン突っ込ませた場合にガーンってこのままタウンホールに突っ込んでいっちゃう可能性があるので、これを避けていくんですね。でどうするかっていうと、まず突撃艦イエティで援軍釣り出しちゃいます。釣り出してストライカー処理 C のヒーラー付けのポイズンでスパガゴを焼いていくって感じですね。これ突撃艦イエティ使うとスパガゴのロングショット遠くまでこう攻撃をねドーンって飛ばしていく、あの有効効果が3発分かな。なのでクイーンに到達する頃にはもうロングショットが使えなくなってるんでね、結構いいです。で、これねシングルを先に倒すんですよ。この進軍位置を使うことによって。で本来タウンホールの裏にシングルがある配置っていうのはめちゃくちゃ食い火やりにくいです。これね周吉さんっていうその食い火ディガホグがめちゃくちゃうまい人も言ってたんですけど、タウン裏にシングルがある場合ってワンチャンなんていうのかな、ガチャ引くようなもんらしいですね。普通に死ぬ可能性高いのでやりたくないっていう、まあ、そういうねディガホグをめちゃうまくてタウンホールをもう食い火で取ることをなりわいにしてるぐらいのレベルの方でも嫌なんですよ、そのタウン奥のシングルって。なのでそれがあった場合には今のバリさんみたいに別のところからこう入っていってシングル先に倒す、ポイズン効果が発現する前にシングル倒しちゃうみたいなパターンを作るか、ないしはそういう村に慣れない人は食い火避けた方がいいですね。やんない方がいいって言っても全然あると思います。はい、というところですね。で、今回のケースで言えば、アーチャークイーンがこのね、クイヒーでこの辺ガツンとこう削ってくれましたね。で、さらにディガホグをこの面からかな、こう出していって、ホグラッシュかな、これ。ディガホグじゃないか、ホグラッシュか。を出していって、で、ロイヤルチャンピオンをこっちからこう入れていくっていうパターンが作れるじゃないですか。やっぱここがね、クイーンで削れちゃっているっていうのが大きいんですよね。それができてるからこのパターンが作れるんであって。はい。ということでですね、クイーンでタウンホールを見るっていうのは、さっきも言ったようにすごく重要だし、防衛軍をそれで食い火で処理する、今のパターンもそうですよね。タウンホールと防衛軍を食い火で処理してるので、これがやっぱり覚えるべき鉄板の食い火の仕事なんですけども、シングルインフェルノが今みたいにあった場合っていうのは入り方を工夫しないと、運を天に任せるような場面に遭遇してしまう、ほぼほぼしちゃうので、なんていうのかな。正面からね、今のパターンで言うと、こっちから、こういうパターン見かけた場合、確かにクラン城もあって、防衛軍とホール取れるんだけど、こう突っ込むのはダメですね。こっちから突っ込んで先に、このシングル折っちゃう。っていう風にしないとダメということですね。で、まあ、さらに、まあ、バリさんのこれはね、シングルと当たるタイミングで、これ、ラバとか出てきたらいい。ややこしくなるんで、もう最悪なんですよね。なんで先にこの部分突撃艦イエティで壊したっていう、まあその裏の効果もあるんですけど、まあそこはちょっとね、またハイレベルな話なのでちょっと一旦置いておいて、とにかくシングルがあった場合にはまともにシングルと勝ち、まあそのタウンホール壊してからシングルと勝ちちゃダメというところですね。これを覚えておいてもらえたらというふうに思います。では残り2本関西クラクラクラブから見ていきましょう。はい、こちらの村ですね。で、これさっきも今まさに言った、そのシングルがタウン裏にあるパターンですね。で、これと当たるとどういう風になるのかっていうのをね、ちょっと見ていってほしいと思います。まずはアーチャークイーンをタウンホールに入れていきますよね。これ防衛軍もこのアーチャークイーン、タウンホール区画で釣れるので、そこに関しても、食い火をやっぱりこう何人が何でも通していきたいというところですね。
で、入れていきます。で入れていって、このポイズン効果を、避けるために本当はこっち残しておきたいんだけど、これ残しておくとねもっと地獄なんですよ。アジャクイがこういう風に回っていってシングル投げていくんで、もうシングルにもうこの辺り直線距離で当てていった方が絶対いいんですね。この回っちゃうのダメ、直線距離で当てないと、シングル壊せないんで、こんな風な形でね、もうポイズンの中を突っ切る覚悟でいきます。で、レイジを当てますよね。シングル起動します。アーチャークイーンポイズン入ります。フリーズかけます。ほら、これでもさ、レッドゲージになるわけよ。全然回復しないから、ポイズンのせいで。で、これで壊していくんですね。っていう感じで、これができた理由っていうのは、今、防衛援軍が同時に勝ち合わなかったからなんですよ。このエアスイーパーのあるこの部分に、クランジョがね、こうあった場合は、これ今ラパが飛んできてますよね。タウンホール壊します。ラバーと当たります。シングルに投げられますってパターンになっちゃうんで、絶対に死にます。マジでもう、バンシですね、これは。そうなってしまったら。なので今のアキさんの場合っていうのは、このクラム城が若干奥にあるっていう特徴を見逃さずに、いけると判断をしているわけなんですけども、まあ、今言ったようにポイズンを食らいながら、インフェルノ処理をしようと思うと結構ね、きついんですよ、体力的に。で、そこで防衛軍なんか来るのはもうほんとダメなので、マジ死んじゃいますんでね。はい、そうならないように、やれる村を選んでいくっていうことですね。まあ、ただシングルがね、あそこにあったっていうのは、スケルトントラップとか、アーチャークイーンの動きとか、まあ、ちょっとしたそういう、要素によって、あと、まあ、トルネードトラップもそうかな。トルネードトラップがシングルにたけられてる最中、アーチャークイーン踏んじゃったりすると、もうそれでも結構やられる要素になっちゃったりするんで、もうそれがなかったっていうのも大きかったですね。まあ、だから、確実にクイーンでタウンを落としていきたいと思うんであれば、まあ、やっぱり、タウン裏にシングルのある配置っていうのは避けた方が楽かなっていう気はします。はい。ただまあやれるってことですね。まあ、やった場合どうなるのかっていうのが見てもらえたかなと思います。で、ここから先はロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンの能力ですね。だいぶギリギリになっちゃってますけども、これね、なんでギリギリになったんだろうなってちょっと自分でもわかんなかったんだけど、食い火の仕事量、これなかなか良かったんですけどね。ただまあ、しっかりと、アーチャークイーン、まだ黒くも残った状態でね、回収に回れているので、まあ、この食い火を生かす能力、やっぱり秋風さんのその食い火力が光ったアタックだったかなっていう気がします。うまいですよね。なかなかね、こういう風に食い火残すの難しいと思うんですけどね。ナイアタでした。ナイサラかな？はい。で、ラスト1本は、秋さんの失敗を見ていきたいと思うんですけども、ですね、これ、4-7だから、これかな。ほい。これだけね、食い火を生かせる秋さんが失敗しちゃうケースって何なのというところですね。ニックオブリンで、カットを入れながら、アーチャークイーンを、対空の前から、ね、タウンホールに入れていきます。こんな感じですね。ゴーンと。で、注目してほしいのは、ここの2個なんですよ、これ。よいしょ、この2個。クロスボウと投石機。これが何をしてくるかっていう話なんですけど、まあ、クロスはもう延々とアーチャークイーン打ち続けますよね。で、打ち続けて、これアーチャークイーンからは打ち返せないんですよ。で、こういう村って誰かも前言ってたんだけど、食い火すんには最悪なんですね。ただ今回の村も、タウンホールとクラン城があって非常に食い火のバリューとしては美味しいんですよ。だから、タキさんここをね、もう強突破していこうと思って突っ込んでいるんですけど、ほら、これ延々と打たれ続けてるんですよね。投石機の範囲にもアーチャークイーン今入っちゃってる、入ってないか。ギリギリ入ってんけど、多分これから入るんですよね。で、クロスボウ2機からダメージを受けながら、さらに投石のダメージもこう食らっていっちゃうんで、こうなってくると、もうさすがに、なんていうのかな、もう耐えきれないんだけど、その壊せないからなおさらきついんですよね。延々と打たれ続けるしかないので、状況としてタウンホールを壊して防衛軍も潰せるんだけど、ここから先アジャックインがもう生きながらえようがなくて落ちていきます。はい、こんな感じですね。で、投石によってヒーラーを落とされていってっていうことになっちゃうので、今言ったように、なんていうのかな、クラン城タウンホールが壊せる区画っていうのは、そこに食い火を入れるバリューはものすごくあります。だけど、入れるときに、殴れない防衛から延々撃たれ続ける。まあ、これがアチャトウ1本ぐらいならいいんですよ。大砲1個とかね。ならいいんだけど、投石とかクロスボウとか火力の高い防衛に延々撃たれ続けちゃう場合は、ちょっと気をつけた方がいいっていうか、やんない方が場合によってはいいかもしんないかな。
エアスイーパーが効いてるんでね、今回アキさんこっちから入れちゃうと、まあ、グランドオーデンゾー、タウンホール、防衛軍、この辺でアーチャクイーン全部当たっちゃうんで、まあ、それを少しね警戒して、おそらく入れる向きをこっちにしたんだと思うんですけども、まあそうなった場合には逆に今度壁の中からの防衛に殴られちゃうっていうところで厳しくなりますよね。はい、まあその辺のなんていうのかな、入れる区画かどうかの見極めっていうのは、まあそういうところも気をつけた方がいいかなと思います。単純に正面からぶつかる火力だけではないんですね、見るべきポイントは。ただやっぱりそのさっき言った、ね、食い火で見るべき、ポイントは何か、タウンホールと防衛援軍なんですけど、それがちゃんと見れてるんで、これだけね、アーチャークイーンが序盤に落ちたように思えても破壊率伸びるんですよね、こんな風にガンガン。まあ最後このマルチがどうしても重くなっちゃうので厳しかったんですけど、結構見た感じほら 82-3% まで伸ばせれるんですよ。アチャクの仕事って正味こんだけだったもんね。こんだけですよ、こんだけアチャクの仕事。これだけだったんだけども、そこから先、ディガホグ、じゃあディガホンかながギュアーっとこうね、歩っていけるわけですよ。だから、もしもこれでアチャクが生きながらえて、この辺全部潰してくれていたら、普通にね、この攻めって全開になってただろうし、本当に今回の防衛側のファインプレイはここですよね。アチャクインをもう無敵状態で殴っていた、クロスと投石に、悔しいけど軍配が上がっちゃったというところですね。はい、というところでですね、本日は、クイヒーを使うべき場所とその場合の注意点に関して、詳しく見てまいりました。このクイヒーの付け方が分かってくると、今やっぱりディガホグっていう戦術、今ねアキさんも使ってたけども、これすごく強い戦術になってくるので、やっぱりタウンホールと援軍処理を、クイヒーで見ることができるかどうかですね、そこっていうのは、まあ、これからの環境はすごく重要なポイントになってくるかなと思います。まあ、それプラス、ドラゴンライダーを入れたクイヒードラゴンライダー、さらには、クイヒーラバルとかね、まあ、そういった攻めにもつながっていく要素になってくるので、このクイヒーでタウンホールと防衛軍を取るっていう、まあ、その基本的な、目標意識と、あとそれをする場合の注意点ですね、まあ、今日何点か挙げさせてもらいましたけども、シングルインフェルノには気をつけろ、壁外からは撃たれるな、ですね、この辺ぜひね、注意しながら何度か練習してみてもらえればきっと呪文のタイミングとかね見えてくると思うので、参考にしながら試してみてもらえればというふうに思います。はい、というところでですね、本日はタウンホール14の食い火に関して見てまいりましたが、こんな形で私のチャンネルタウンホール12から14までクラン体制の解説の動画中心に扱っておりますので、この動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてまたこれからもご視聴どうぞよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。